おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。大丈夫です。今日は雪柳の植え替えと、あと添えに草を自分の鉢に入れたいと思います。はい。はい、その前に T シャツ、Q さんからもらったやつ、ちょっとバックプリント。はい。はい、赤で届きました。はい。ちょっと赤の色が、ね、いや濃くなったんですよ。あ、濃くなった。前回より。前回とかサンプルのやつより、こっちの方が見やすくていいかなと。かっこいいですよね。ありがとうございます。はい、ですけど、まず雪柳を植えようと思うんですけど、うん、石田さんが小石さん、はい、がからいただいた鉢ですよね。これに植えてくれって言って、今度の日春盆栽大市に持っていく予定ですね。変わった鉢ですね。変わった鉢ですね。石田さんが言うにはこの足の位置とかを考えずに自分の好きなように植えてくれというふうなことを言われたのですけど、まあ、一応まあ向きとかもありますので、今回雪柳植えるんで、まあ、こう植えるとちょっとやっぱおかしいですから、うん、まあ、横ですよね、うん、スタンダードに植えようと思います、はい、でまず雪柳の剪定を元気よくね、はい、元気よく朝弱いんで朝弱いんでまず枯れ枝を取っていきます、はい、こういう先端見ると分かると思うんですけど、これ、うん、これが芽なんですよね。でここから上はもう芽が出ないんで、ここは取っちゃいます。はい、まずあの雪柳っていうのはどういう木なんですか？雪柳はこれから咲くんですけど、うん、ちっちゃい花のやつで、で、白い花が咲きますね、はい、これは、赤穂の雪柳でして、違う、普通の雪柳、普通の白ですうちにあるのは赤穂があるんですけど、はいはい、うん、赤穂はちょっと花びらが咲くときにちょっと赤くて、うん、あ、でそれ咲いたら普通に白になるんですけど、そういう雪柳もあります、うん、これは白です。普通の雪柳です。花はいつ頃？花はこれからですよね。春っていくんですけど、元もこういう風に枯れてるのがあるじゃないですか、うん、だから元もこういう風にいっぱい枝があると邪魔なんで、こういう元のも切っちゃう、取っちゃいます。枯れてるやつはね、枯れてる部分だけ切ってる感じですか？枯れてる部分だけと、あとまあいらない枝も多少は切りますね。ああ、ちなみにこれだから寄せ植えをするんですか？これを寄せ植えをします。だからここにあるやつ草で、まあどれかをまあ、これを植えようと思ってるんですけど、予定では、うんうん、でこのまあどっちかを自分の鉢に植えようと思うんですけど、うん、まあ、自分的には月見草かなと思ってて、うん、やっぱ色合いがね、こっちだとまだちょっと、ね、はい、そう応用してないから、こっちは赤でいいんじゃないかなと思っております。ここから先長いんで、じゃあ剪定お願いします、はい、枝が細すぎてピント合わないですね、はい、すいませんよく見ないと、うん、枯れてるからね、そうなんですよ、 よくわかんないね、うん、根があるやつもあるしないやつも結構あるので、いや、ほら元から枯れてます。針金かけんすか？これはかけないですね、基本は。もうこういうふうにアトランダムにこれかけてないんですよ、うん、かけてなくて勝手にこうなるんで、うん、基本はかけなくて、風の流れとかでなるのかな、のか、まあ、そういう性質じゃないですか普通に、うんうん、あれもそうじゃないですか、あの桜でいう古城の舞、うん、もうこうアットランダムに、うんうん、あのこの間かごみやさんが飾ってたの雪柳、あれ一緒です、雪柳です。あれかっこいいですよね。あれ、よかったね。動画で撮りましたっけあれ撮った。あの目出しのところがすごい綺麗、うん、おー、そう、目出しが綺麗です。これもだから目出しが出てきてるんですけど、うん、もうちょっとだね、うん、そうするとこれがもう花になるんで、うんうん、もう咲くんですよ、これから。時に動画撮りたかったね。本当はね。本当ね。写真送りますよ。写真お願いします。ただ売っちゃう可能性あるから。そうか。ちなみに盆栽大野さんは、はい、2月9日から始まる新盆栽おうちで、はい、出店します、ね。します。風がすっきりしましたね。すっきりしましたね、だいぶ。こういう風に向きはこうですよね。うん、こっちに流れてるけど、まあこっちにも来てますけど。で傷口をちょっと墨で塗ります。はい。気に塗る。案件来ないですか？案件来ないね。おかしいですね。おかしいね。ウェブショップでも売ってますので。売ってますね。買ってください。はい、本当にこれはいいですよ。ね、うん、こっちは掃除だけですね、うん。これを寄せようと思ってるんですけど、はいはい、まあ、こっちも軽く。これ何でしたっけ？これは玉竜。玉竜、ね、まあ、竜のひげって植物があって、はいはい、それのちっちゃいやつです。うん、はい、玉竜。まあ、これも草取るだけなんで、これは枯れてるところを引っ張って取って、あ、引っ張って取るだけ。こういう黄色い部分とか、うん、こういう枯れてるやつを引っ張ると簡単に取れるんで、綺麗、はいはい、なやつだけ残して、そう、そういうことですね。地味な作業を続けます、ね、地味な作業が続いております。タイガバチも工夫で販売しますが、ろくろは少ないんですよ。
今回はロクロ。そうなんです、はい、もう売るし、普段売ってるやつも持っていく予定ですけどね、うん、という形、はい、すっかり鉢作家さんとしてね、石田さんにもいじられてQさんは石田さんのとこに行く予定なんですよね、売店として。まあ土日ぐらいは、土日ぐらいは、うん、はい、ある程度取りましたね。これ以上こういうのも取っちゃうと、うん、あのなくなっちゃうんで。でも綺麗になった。うん、綺麗になりましたよね、さっきより、はい、でここから根っこを崩していきます。はい、はい、植え替えで、はい、植え替えします。で根っこを崩していきます。取れない。ユキヤナギは結構無理しても平気なんで、うん、もうがっつりやっちゃいます。猫柳とかは普通に結構水とかつけてるような感じなんですけど、雪柳はあんまつけないみたいですね。うーん、水につけといても枯れないってこと？猫柳とかはそう、もう川辺に水で張っててずっと根が浸かっているような状態なんで、あ、うん、そういう種類。とんでもなく風が強いです、今日は。ね、今日、いや昨日こんなことなかったんですよ。嵐を呼ぶ男ですか。出た。俺じゃなくて Q さんが。あ、私？もう隣の猫やねじゃねえや。雪柳も倒れてます。候補に上がってたやつ、はい。風が強いです。強い。結構これ浅いんで、この鉢が、うん、結構無理しないと。そうだね。なん、ね、根っこが盛り上がっても後で苔張っちゃうので、はい、そこは問題ないんですけど。あんまりでも盛り上がりすぎてもって感じ、ね、もうでもって感じですね、うん、崩れましたね。ちょっと一回洗いますね、はい、しょ、どうだろう。やっとこんだけなりました、うん、ちょっと軽く切りますね、はい、にぎわってますね。この手を切ってちょっと一回入れてみますか。でもだいぶ浅くなった。あ、まあここはほら根っこだからここまで土入るんで、うんうん、ギュッてやっちゃえばね。こう植えてここかな、鉢の形状を、うん、これがほらこうじゃないですか。こうって言っても分かる。こっちの方が面積量が、はいはい、なんでと思ったんですよ。これがちっちゃいから、うん、なるほど、うん、木を面積広い方に入れた方がいい。そうそうと思ったんですよ。そんな画面の見えないところに持ってます。自分で見てたらどうでしょうね、うん、ちょっとこっちも崩して置いてみたらいいんですか。置いてみますかね、とりあえずね。そっか、こっちも入れちゃうパターンもある。確かにね、タマルを画面に見えないところで崩しております。はい、すいません、ございます。どっついついもカメラ忘れてます、ね、これも軽くちょっと切ります、ね、はい、これかわいいな。かわいいですね、たまり。ちょっと乗せてみてどうです。うーん、置いてみて。間開けない方がいい気がするよね、その間。どう、雪、雪柳との隙間が、ね、くっついた方が良さそうに。やっぱってなると奥に雪柳を置いて、うん、そうかも、奥ね。でここにヘビイチゴ、あ、ヘビイチゴ、屋久島の入れるか。いいかもね。ね、おかしくないですよね、そうするとこう、うん、素敵です。素敵ですよね、うん、そうしよう、そうしましょう。寄せちゃやっぱ難しいね。うん、難しいですね、うん、まあやりましょう。かっこいい、うん、やりましょう。今日ね時間がねあんまねないんですよね。そうですか、うん、私あります。ありますか。自分がちょっとデートデートデートじゃないです、仕事がね。もう立春近いんで、はい、うん、そうですね。デートだったらよかったんですけど。ビーチゴも枯葉を取ってんですか。はい、枯葉取ってます、すいません、はい、はい、枯葉取ってます。軽くね、もう綺麗なんでこれは、うん、で、崩します。はい、これはもう軽くやって洗う程度でもう全然、うちの土使ってるんでね、そこ安心だと。結構安心、そう、安心。でも根っこを切ります。できましたね。で、もう今度植え込んでいきます。はい、
トモさんは2月ぐらいからもう植え替えしてる？もうしてますよね。桜なんかこれも梅やってますよね。はい、もみじ、もみじも植え替え、何でも植え替えてますね。その時期的なものはもう大丈夫なんですか？今年暖かいから大丈夫と。あとハウスありますからね。植え替えた後もハウスに入れてますから。土ですね。で網を張ったんで底砂引いてきます、マガン、はい、入れて、下から通して、まあ、いつもの通り根っこを温かいな。止める。で反対肩もね、キュッと。玉竜。ここにこう言って、うん、で最後にこれをね前にこう。こんな感じで、はい、そんな感じです。それで止まるんだ、その根っこで。止まります、止まります。もっと少ないのありえますよ。でもいける、全然。針金の太さだけ変えれば、うん、もうこれで1回で仕方もちょっと止めます、ね、反対方も、はい。はい、これでもう全然動かないんで、うん、あとこれ屋久島のヘビイチゴを植えますけど、ちょっとこれ太いんで、これはちょっとちっちゃいので、はい、つけて、うん、こうね、はい、こう見せないと怒るから怒るからっての違うんですけどまた私の評判悪くなるから怒んないでしょ、別に。怒ってないです、自分が悪いんです撮影なのに見せないのが、はい、はい、止めて、ありがとうございます、はい、でこれで全部止まりました。で土入れてきます。いで大きい、さっき大きいの使ったんで今度中間をね、いつものように、はい、結構入ると思うんですよ、だいぶ崩したし、うん、でこれ出てる根っこは後でね、先ほど見たように苔で、はい、凍っちゃうんで全然問題ない。スキー棒でよく根っこの中にもね土を入れるように植えていかないと、はい、土落としちゃったんでね。いや、なんか風景が見えますよ。見えますよね、かわいいですよね。かわいい。だいぶ入りましたね、はい、で最後に化粧砂を入れます。一番細かいやつ、一番細かいやつ、細粒ですね。で水に入れます。でちょっと出っ張ってる根っこは取っちゃいます。でここら辺のはもう苔で張っちゃいますから後で、はい、これで完成です。一つ目で、次は自分の鉢ですね。これは全部ろくろで作ったやつですね、前回ね。で全部発汗、自分のタイガーっていうのを押してあります。自分的に一番気に入ってるのはこれとこれかな、足がちっちゃくて。あ、ね、これはおいくらですか？それはまあ2000円ぐらいですかね。これがね、安いのだと500円からありますよ。いつものやつは500円なんで、はい、で、まあ、まず個性を崩してみないとちょっとどれに植えるかわからないので、ちょっと一回軽く崩しますね。はい、よっ、もう面曲がってる。ねえねえ、だいぶ回ってますよね。
で、あんまりこれすごい崩しちゃうとばらけちゃうので、うん、ほんと軽く脇ちょこっとと下を崩して、うんうん、根っこをちょっとだけばらけさせるような感じです。もうちょっと切んないと入んない。あ、切ります、切ります。切っても平気なんで、うん、さっきもほら玉竜とか全部切ったじゃないですか、はい、草はやっぱ丈夫ですから。真夏に無理しちゃうと溶けちゃうんですけどね、うん、冬場は全然平気ですよ。こんなぐらい、はい、お結構結構いってます、ね、全然平気です、こんだけ根っこ。さあどこで植えるかって感じなんですが、まあ、ちっちゃいのに植えた方がいいんですよね、うん、ここにね、ギュッと入るか、もうちょっと崩して入れれば入りますね、うん、あとこれとの相性も必要、色も必要ですよね。これが何色っていうの、黄緑、うん、茶色いいと思いますけどね、うんうんうん、あとこれセイドアウマット、うん、これなんかだと安心してパカッと、はい、これいいのかな、これお下げですよね、うん、あとこは好みです、これにも入りますよ、もうちょっと崩せば、これかな、うん、俺はセイドアウマット好きだから、じゃあこの鉢にこっちに鉢に入れます、はい、入れます、はい、でマグといつもと一緒ですね、うん、針金を通して、うん、草なんで1箇所止めでも大丈夫だと思うんですけど、はい、ちょっと自分心配なんでいつも2箇所止めます。1箇所でも全然もう動かないですから、はい、念には念をと、石橋を叩いてはなる音、うん、叩きすぎて壊すタイプなんですけどね。あら、渡らないタイプだ渡りすらしないで土を入れます、はい、大河くんが作業の間、大野さんが苔を張ってくれてるという、ね、そうですね、贅沢な贅沢なこれも周り苔ですか、張ります、ああ、うん、やっぱ余白があるんで、これ全体がやっぱ月見草で割っちゃっては別に張る必要ないんですけど、うんうん、やっぱりねこれだとちょっと間ありますね、ありますよね。で水を入れます。でじゃあこれも張っていきます、はい、はい、完成、はい、完成しましたいきなりあ、ね、まだちょっとこのね、屋久島のヘビイチゴがちょっと少ないんで1年持ち越すともっと増えてきて、うん、もっと寄せ植えがかっこよくなると思います、はい、でこっちもねまだね苔で張ってあれですけど、これも増えてきますので、そうするとやっぱ2つともすごく1年に経つと全然変わってくるんで、うん、かっこよくなると思います。鉢からちょっとこぼれてくるぐらいがいいのかな、ちょうど、うん、いいと思いますよね。その方がやっぱ寄せ植え感ありますし、なるほど、うん、ボリューミーでやっぱいいですよね。雪柳がこう芽が出てきたら、はい、そうですね、うん、良くなるのかな、まあ、はい、そうです、見栄えが、見栄えが良くなりますそれはね、自分で雪柳買ってもらって、はい、こういう風にね、石田さんの鉢でも寄せ植えしていただけると、うんうん、いいかなと思います、はい。じゃあこれは当日、立春坊さん大市の時に有機小石さんのところに置いとく、置いとく方がいいですよね。うちに置いといても鉢はないから、鉢はないですから展示品として、展示品として小石さんのところに置く形になると思います、はいはい、ぜひ見に来て、はい、見に来て購入していただけると、はい、あとうちのお店にも来てください2月9日から17日までやってますので、はい、ぜひお越しください。長いんでね、うちは毎日出てると思うんで、どうもありがとうございましたありがとうございました。終わってないの？いや、どこまでいけるかな？どこまでいけるか、もう終わりです。はい。はい。